かなまいの幻想入りラジオ。皆さんこんにちは。東方ステーションでアシスタント MC を務めているかなまいこと金沢舞です。さあ6月になりました。今年半分になりましたね。前回の東方ステーションを見ていただけたでしょうか。イベント特集ということでいろんなイベントを紹介しましたけども、読売ランドコラボがね、東方プロジェクト白麗神社夏祭りとコラボということで遊園地コラボの話しましたけども、ついにこのラジオがうまく上がってれば明日か明後日からかもうちょうど直前ということで、私がアトラクションのボイスを担当させていただいたりとかいろいろしてるので、ぜひぜひ皆さんと読売ランド行ってみてくださいというところで、本日も早速番組アシスタントに登場していただきます。友人愛さん、よろしくお願いします。はい、アシスタントの友人愛です。なんかだんだん登場が早くなってる気がして、ちょっとそわそわしてた。もう登場かと思いながら、いや今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。遊園地だからすごくないですか。すごいよね。東方ってでけんだなって思った。本当にそうそう、裾野の広さを感じますね。あとアトラクションのボイスって何ちょっとよくわかんないよね。ちょっとよくわかんないけどちょっと一個聞かしてよ。あ、それはですね、あ、なんだこの流れ。この間の東方ステーションの中で撮ったんですよ。はいはい、リアルでその放送中にこう今から撮りましょうっていう形で音響のスタッフさんとかを揃えてじゃあお願いしますって言われて、なんじゃらかんじゃらって言って、そう、私とズンさんとマリオさんの3人で、そう、園内で流れるなんか1時間に1回ぐらい流れるやつだったりとか、そうそう、あと各アトラクションのなんか行ってらっしゃいみたいな。あー、なるほど。あ、そう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 、あー、面白そう。え、をね、撮ったのでぜひ金舞で、金舞自身でってことだよね。あの、コラボ MC の金沢舞ですってやってる。でけえなー、金舞ってでけえんだな、やっぱ。私だからもう東方ありがたいね。なんか嫌な話。いや私の、まあまあ、夢じゃないですけどさ、やっぱ遊園地とかで自分の声が流れるってさ、いつ行くんですか。私どっか期間が、ね、1ヶ月あるので、どっかしらで行きたい。連れてってください。一緒に行きましょう。みんなで行くか。みんなで行きましょう。ツアーだな。ね、楽しみですということで、ね、めっちゃ楽しみです。はい、今日もですね、改めましてこのラジオは東方ステーションと同じく東方プロジェクトを題材とした二次創作ラジオ番組です。原作や実在する人物とは関係がございませんので、ご注意ご容赦ください。はい、それでは最初のコーナーに行きましょう。この東方アレンジを聞いてくれ。このコーナーに私がいるの新鮮。うん、そうそう、いつも私が一人でねここまでやってたんですけれども、ね、うんうん、これからはね一緒に聞いて いたら面白いかなと思って、ちょっとうまく感想が言えるか分かりませんけれども頑張ります。はい、ではこちらのコーナーはですね、ジサークルの東方アレンジ楽曲でぜひユーザーの皆さんに聞いてもらいたい曲を X で募集させていただいております。ぜひ流したい曲のあるサークルさんはご応募ください。既存曲、新曲、デモでも大丈夫です。なんか増えたね。でも今までもね募集してた、あの、まだまだ作りかけの曲でもいいよっていう感じなんですけれども、はい、本日の1曲目は AD ピークさんでダークサイドオブルナデモバージョンです。原曲は凍りついた永遠の都となります。それではお聴きください。どうぞ。AD ピークさんでダークサイドオブルナでした。サークルさんよりコメントも預かっています。近年の同人音楽界を席巻しているハイテックとカラーベースという2つのジャンルを取り入れたカラーハイテックアレンジです。原曲の持つ壮大さを最大限引き出せたと思います。よろしくお願いします、とのことです。カ
ラー入ってくアレンジ、私もよくわかんないけど、超かっこよかった。でもこれデモバージョンなんでしょ？らしいです。どうなってるの？変わってくのか、もっと長く聴けるのか。あ、でも多分これフルじゃなかった、いただいた音源がフルじゃなかったので、多分フルバージョンになってくんじゃないかなと思って気になる。ね、楽しみ。ねえ、いや本当かっこよかった。なんかベッベッベッって、あの私名前がわかんないんだけど、それがカラーベースなのかな、あの、ね、に入ってきた瞬間結構。じゃあハイテックはどこだったの？わからない。教えて。音楽に詳しい人教えて。でもめちゃくちゃやっぱ盛り上がるとかテンション上がるよね。かっけー。かっけー。ちゃんと原曲のね、その書いてあるけど壮大さとね、サイトを引き出してるのも本当に原曲を思わせるような壮大さがありましたね。フルが楽しみです ね、ということで、ありがとうございました。ゲイラジ。さあ、それではお次のコーナーに行きましょう。お願い幻想郷目安箱。幻想郷目安箱ではピックアップしたキャラクターからの質問をユーザーの皆さんに考えていただき、我々パーソナリティがいただいた質問に答えていきます。はい、相変わらず東方ミリシラの愛さんにそのキャラになりきってお手紙を読んでいただこうと思います。頑張ります。もうミリは知ってきたかな。ちょい知りちょい知りちょい知り。いやまだまだだってね、ま、もっとたくさん、もっともっとありますよ。深いからな、氷山の一角。本当私が触れてるのは、そうそうそう、あくまで。じゃあまだまだミリシラだね。さあ今回のキャラクターはこちらです。ダダン、西行寺ゆゆこ。待って、知ってるんだけど。なんで？え、だってゆゆこ様に食べてもらいたいんです。そうでした。あら、忘れてたの、あれだ。そうでした、やりました。コンパクさんです。コンパクさん、コンパクヨウム、やりましたね。ヨウムの、よく覚えてる。ヨウムのあれか、アルジ、アルジとかでもない。そうですね、まあヨウムの時点で出てたね。アルジに当たります。あ、アルジね。うんうんうん。食べるのが好きとか、あ、言ってたね。食べるのが好きとか、めちゃくちゃ覚えてるじゃん。そうよ、私偉いでしょ。あの、新しい勉強はしてないけれどもね、ちゃんと覚えとくようにしてるのよ。まあ、キャラクター見た感じもなんとなく、あのね、雰囲気つかめますか？ママって感じ出せればいいのかなっていうのをまあなんか思ってるんだけど、いかがですか？いや、ま、ママって思ってる方もいらっしゃるかもしれない。実際ちょっとね、それは分かんないわ、人それぞれかもしれない。マロン君は、あ、そうそうそう、マロン君はそう思ってるかもしれない。なんかさ、あの、かなまえがちょっとゆゆこ様っぽくさ、お便り読んだじゃん。読んだ読んだ、あの感じね。まあ、あの解釈もあるでしょう。だ、難しい、きた。東方のこの難しいところ。まあちょっとね、やってみながら、ね、皆さんからのお便りを見ながら、うん、そうですね、やっていけたらと思います。この子についての詳しい紹介はですね、うん、皆さんからのお手紙に答えた後、ちゃんとしますので、はい、まずは1通目のお便りに答えていきましょう。はい、では、愛さん、1通目のお便りをゆゆこさんで読んでください。はい。それでは1通目読ませていただきます。入ってますか？はい、こんなイメージでいきます。はい、お願いします。はい、幻想入りネーム、読み方すみません、そのまま読みます。 OMG00 さんからのお手紙です。ありがとうございます。ありがとうございます。ご機嫌いかがかしら。私は西行寺ゆゆこ、冥界に住む亡霊です。この前、白玉楼に遊びに来たゆかりが、あ、私の友人なんだけれどね、彼女が海の向こうの世界でもね、あなたは大人気なのよ、知ってたかしら、なんて言いながら、おじいさんの絵が描かれた大きなバケツのような容器を私の頭にかぶせてきたの。何のことだかさっぱりわからなかったのだけれど、その時に持ってきてたお土産のフライドチキン、あれは美味しかったわ。同じ鶏の揚げ物でも日本の唐揚げとは違う味でね。そこで質問なのだけれども、お二人が好きな海外のお料理を教えていただけるかしら。私は日本を愛しているのだけれど、海の向こうの美味しいお料理も気になるのよ。それで作り方が分かったら、庭師の用務に頑張って作ってもらうの。材料が幻想郷で手に入らないものなら、ゆかりにお願いしようかしらね。亡霊でも美味しいものを食べることは幸せなことなのよ。だからよろしくお願いね。かし
しこまりました、ゆうか様。ゆかりさん、めちゃくちゃ素敵、ありがとうございます。ゆかりさんまだやってないね。ゆかりさんやってないし、あの嬉しいな、この中で、うん、冥界に住む亡霊なんだね、うん、そうです。なんだってそうです、いいね、儚げな感じでとても素晴らしかったと思います。監督ありがとうございます。ちょっとネタが、うん、おじさんの絵が描かれた大きなバケツのような容器をこれね、私もあれと思ったんだけど、確かフモっていう、うん、東宝のぬいぐるみがあって、あ、ちょっとそれはまた別でね、うん、あるんだけど、そのゆゆこのフモに、うん、フライドチキンのおじいさんのあの白いイメージのメガネをかけた、こうなんかこうかぶせた写真がバズったというか、なんか有名になって、まあ、ちょっとゆゆこが鳥を食べるみたいな原作のちょっと下りがあって、だから多分鳥を食べる、なんかチキンを食べるで、おじいさんのやつを頭にかぶせたみたいなネタなんだよね。じゃあこの人詳しいんだね。そうだね、おっと思いました私も。さて、ね、そんな中好きな海外のお料理ですよ。海外がさ、私あんまり、私も日本大好きだから、うん、あんまり海外のこと詳しくなくて。でも、まあ、日本でもさ、いろんなカレーとかもね、まあ、そう言ったらさ、一応そう中華とかもさ、うんうん、日本でも食べられるけど、やっぱり海外のものはさ、ちゃんとそう海の向こうに行って食べた方が美味しいなと私は思います、うんうん、こういう、一生のうちに一度しか海外に行ったことがない女が通りますけれども、知らん、どこに行ったの。ベトナムね、料理美味しかったよ。何が一番美味しかったですか。フォー私にその意図なかったよ今名前が勝手にやっただけだからね、びっくりした。あのね、安かった、まず安い値段がね、そう、フォーがね、向こうで食べた、なんか半分屋台、半分店みたいな、もうほぼこう道に面した、あ、なるほどね、路面店みたいな、フォーがめっちゃ美味しかった。日本で食べるもの、やっぱちょっと本場って感じする。え、わかんない、向こうに行った私のテンションも相まって気分大事よテンションという調味料がかかったかもしれないんですけれども、美味しかったね、なんか、うん、まあいろいろあった、あとバインミーっていう、わかんない、サンドイッチみたいな、向こうで言うなんかパンに挟んだ、パンにいろいろ具を挟んだもの、パンって言ってもなんだろう、あのサンドイッチ、食パンじゃないパン、白くないパン、うん、に挟んであるバインミーっていうのがあって、それがなんか十何円とかで食べれたりとか、日本円にして安すぎるでしょ。でも美味しいのよね、ちゃんと。すげー、だからやっぱ海外のものは海外に行った方が美味しいなと思うので。なんかたくさん食べるイメージもさ、勝手にあったからさ、ゆうゆこ様、ベトナム、そう、ベトナムでね、うん、大食いしてもらったらちょうどいい安いし、そう、安いし、たくさん食べられるし、いいなそう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 、まあ、難しい、亡霊だからね、ちょっと難しいかもしれないけれども、ぜひちょっとゆかりさんに持ってきてもらうのも、まあ、まあ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 一押しはじゃあ4ということで。そうだねはい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは2通目に行きたいと思いますが、がさっきのゆゆこ様はちょっと儚げなところが強かったので、うんうん、なんかもっとハッピーハッピーな方向で、ハッピー違う違う、あ、なんか出てきちゃった、もう古いわ私はまだ旬ですハッピーな感じで、天然な感じで、ふわーっとした方向、お花が散ってる感じの、そうそうそう、のゆゆこ様が聞いてみたいなって思います。なるほど、わかりましたもう入ってるちょっとじゃあ、一回やってみますね。そうですね、じゃあ、はい、ゆうこ様、お願いします。わかりました、よくわかんないけど頑張ってみます。それでは2通目、幻想リネーム K さんからのお手紙です。ありがとうございます。あら、どうもこんにちは、西行寺ゆゆこよ。早速質問していこうかしら。もし私たちの能力をもらえるなら、どんな能力がいいかしら。答えてくれると嬉しいわ。あ、ヨウノが待ってるからもう行くわね。さようなら。さようなら。さようなら。かわいい。めちゃくちゃかわいい。もうなんかノリでいいと思って。いや、いい、とても良かったです。かわいかったです。ありがとうございます。さあ、私たちの能力をもらえるならどんな能力がいいかしらということで、幅広いよね。めちゃくちゃある、めちゃくちゃある覚えられてないです私も。もう全部は難しいよね。なんかそんな能力、面白い、いろんな能力、面白い能力があるから、うんうん、なんかそれを
企画にした、ほう、そう、昔の東方ステーションの企画があって、なるほど、昔に能力を、うんうん、そう、企画で面白いことできないかなと思って、うんうん、そう、バンジージャンプ飛んだりとかさ。それはどういう能力なの？バンジージャンプができる能力？空を飛ぶ能力。うん、一瞬なるほどね。あ、サイコロをさ、うん、ゾロ目が、5つゾロ目が出るまで帰れませんとかさ、運命を。おお、正解。おお、クイズ面白い。そう、とか、藁をさ、切ったりとかさ。何の能力？何の能力それ？剣術を操る程度の能力です。ヨムさん。そう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 、とかね、やってましたね。あ、じゃあ、この前はいろんな能力をお持ちなんですね。え、そう。でも、その企画で出た、うんうん、なんか、いっぱい考えたのよ、うんうん、いっぱい考えた中でその3つだけをやったんだけど。あ、そうなんだ。意外と少ないね。なんか距離を操る能力って子がいて。ほうほう。そう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 、距離、距離、あの、東京タワーの上から下まで歩くかっつって、あの、階段で上まで登れるんだよね、うんうんうん、そうそう、だから、あの、真ん中カットして、うん、今から距離を能力使いますって言って、うん、次には上にいるみたいな、階段で上がってみたいなとか、うん、あ、やってないんか。やってない、やってない、なんだよ、考えたりとか。お蔵入りだったのかと思った。やだやだ。あと、春を探す能力。なんか素敵じゃん。春を探す程度の能力か。それは何をするつもりだったの？山に行って春探してこいって。放り出されてるじゃん。やばいでしょ。やばいね。東方ステーションおかしいでしょ。あ、すごい、結構体当たりだったんだね。そんなことやらされそうになってた。あ、その中でも、まあ、バンジーは飛んだと。まあ、飛んだ。じゃあ、もし今後またその企画が復活してしまうとして、どんな能力がいいかしらね。ということで、ちょっと皆さん、じゃあコメントで、あ、やばい、復活しちゃう。どんな能力がいいかしら、どんな能力で実際にかなまいは何をするか、そこまでセットで答えてくれたら、もしかしたらね、あなたのコメントが採用されるかもしれません。夢みたいだな。私もちょっと考えとこう。よろしく、ね、よろしくお願いしますね。ちょっと保留ということで。はい、保留ですね。はい、Kさん、ありがとうございました。Kさん、ありがとうございました。それでは、3通目はいつも通り、かなまいさんに読んでいただきましょう。いや、どんなね、ね、ゆゆこが出てくるか超楽しみなので、では早速ではございますが、それでは、ゆゆこ、かなまいさん、お願いします。はい、ちょっと落ち着いた感じでやろうかなと思います。幻想入りネーム、エチエチマンたかしさんからのお手紙です。あら、あなたがかなまいさんかしら。はじめまして、私は西行寺ゆゆこよ。もう気づいたら春は終わり、夏ね。時が過ぎるのはどうして早いのかしら。こう長く生きてると一年があっという間に過ぎてしまうわ。ま、私は亡霊だから生きてないんだけどね。そして私はふと考えたの。あなたたちの考えた俳句や川柳は聞いてみたいの。安心して、季語は使わなくてもいいわ。自由俳句よ。もう、せっかくなら私を思った俳句や詩なら面白いわね。楽しみにしてるわね。やばい内容だった。待って、途中から、あ、こんなゆゆこさんも素敵だなって思って。あ、めっちゃ耳に優しいし、私の中では結構、私の中でも結構勝手なゆゆこ様にすごい近くて、あ、いいなって聞き惚れてたら、俳句やってんの。ちょっとびっくりしたんだけど。めちゃくちゃ無茶振りしてくるやん。結構 2,3 度見せたよね。あ、合ってるよな。俳句や川柳、俳句って5、7、5、川柳も575。あ、うん、川柳も575で、これ私ちょっと調べたんだけど、なんか川柳の方がなんか人とか属性っぽい川柳、川柳とか俳句のことを川柳っていうんだって。俳句はなんかこう季節を読むとか、なんかこう自然のことを読むなはずなんだけど、そうそう、私じゃあ川柳かな。え、全然、まあ、本当に考えてなかった。中身全然見てない。あの、私を思った俳句って言ってるから。にゃん、無理だよ。エチエチマン、たかしよ、いつもありがとう。そっち？ゆゆこ様
様じゃないの。なんで一円玉たかしの方で、あ、ごめんなさい、呼び捨て、たかしさんの方で行くの。いいじゃん。一万いつも素敵なお便りを、あ、終わった。じゃあ、じゃあ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。好きな、ただの感想というか感謝。ゆゆこ様、ゆゆこ様、バブバブ、バブ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 したい癒しかな。あ、いいじゃんいいじゃん。最低な。じゃあ、この前のゆゆこ様への、ゆゆこ様、いっぱい食べる君が好き。なるほどね。これいっぱいできそう、いっぱいできそうだ。じゃあみんなのコメントでやってみよう。みんなにいっぱいコメントしてね。みんなの、能力の話と俳句と川柳を五七五で、五七五で、そう。せっかくならみんなもやってみる。みんなも、いや、なかなか考える機会ないよね。難しいね。いや、難しいな。いや、でも面白かったです。なかなか来ない。渾身の一句をぜひ、ね、X でもいいから。なんでみんなにもさ、ちょっとハードル上げるの。聞いてみたいなと思って。いや、面白かった。ちょっと新しいですね。はい、ありがとう。11番、たかしさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここまでお便りに答えてきましたが、ここでちゃんとこちらの子について紹介していきたいと思います。お願いします。この子の名前は西行寺ゆゆこ。ゆゆこ様、書室は東方ヨーヨームでございます。能力は主に死を操る程度の能力。主に、なんかね、最初はこの主にがついてたんだけど、ヨーヨーム以降は死を操る程度の能力って言ってますね。結構怖いの。怖いよね。びっくりした。いや、私もびっくりした。改めてびっくりした。あーって思いました。はい、冥界にある白玉楼の主です。千年以上前から住んでいる亡霊。冥界に住む幽霊たちの管理をしています。なるほどね。柔らかい態度で非常にマイペースな性格。ひょうひょうとしており、そのふんわりとした言動から真意がつかみにくい子です。ただ血の気が旺盛なところもあり、はい、実力は幻想郷トップクラス。そんな面があるのね。そう、なんかあの原作やってると結構言われてるね。戦ってみると、そう、なんか戦いに飢えてる感じというか、なんというか言われてる、周りから言われてたりしてね。そうなんだ。うんうん、で実力は本当に先ほどもちょっと出ましたけど、ゆかり様とかと同レベルというか、その上の方の賢者と言われる、そう、人たちと近しいレベルかな。賢者、メモ取っとこ。いつかわかるだろう。はい、二次創作では大食い腹ペコキャラ、東方エアショーの中で会話の中に何でも料理に例えて話をするところからイメージがついたと思われます。いや、なるほどね。はい、その後原作でもゆいこ様の食べ物ネタはよく出てきます。ほう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 、さあこんなね、ちょっと原作のカッコがあるんで、カッコがあるのでぜひ聞かせてください。退職かなんて失礼しちゃうわ。ちょっと食べるのが好きなだけですからね。それにしても生きてることの喜びはいっぱいあるけれど、やっぱり食べることの喜びは格別だと思うのよ。あ、これが原作で、そうな、本で、本で語られてる方の話ですね。あー、本、あー、ゲームと本があるんだもんね。じゃあ食べることをその幸せとしてすごい大切にしてるけど、能力は死を操る。死です。まあなんかいいね、人間っぽいね。なんかある意味これ人間っぽくないけど、ゆうこ様って亡霊でね。でもなんかすごいふんわりとして真意がつかみにくいっていうところが。でもマロンさんはママを感じてるってことね。マロンさんは感じてるっぽいですね。なるほどね。いやマロンさんがね、好きないろいろですね。なるほど、面白い。いろんなね、解釈もあると思いますが、まあこんな感じでゆうこ様でございました。はい、というわけで今後もこんな感じでミリシラの愛さんとキャラクターになりきって皆さんからの質問にお答えしていきます。お手紙募集フォームでは定期的に募集するキャラクターの追加を行っていきますので、ぜひ皆さんからのお手紙をお待ちしております。お願いいたします。この東方アレンジを聞いてくれ。2曲目はクリップサウンズで3回 VIP です。原曲はデザイアドライブとなります。それではお聴きください。どうぞ。
クリップサウンズで3回 VIP でした。サークルさんよりコメントも預かっています。この曲は中国の東方アレンジサークルクリップサウンズのアルバム幻想郷マフィア2に収録されております。ジャンルはダブステップで、原曲の軽快なメロディーを保ちつつ非常にパワフルなドロップが盛り込まれています。音作りもゴリゴリでとてもかっこいいと思いますとのことです。いやもうさ、うん、入りはさ、うん、あポップというか可愛らしいというか、可愛いのが始まるんだって思ってたら、だんだんさってとんでもなく治安悪かったよね。ゴリゴリなんかああいうのハードっていうのか、なんか途中なんかすごい怖い声みたいな音も入ってて、ヒューってなりながらすごいね。いやすごかった、びっくりするほど治安悪くなって、面白かったね。中国のサークルさんのこと、どうだろうね。でもサークルさんに収録されているとは書いてある。あ、作ってる方も中国の方ということで、すごいね、すごいね、ワールドワイドだね。もう何回も言っちゃってる、東方本当広くて深い、深い、すごいね。いやいいね、こうやって世界のみんなと楽しめるって思うとすごいよね、本当にいいコンテンツだ。改めてズンさんありがとう、ありがとう、神様だもんね。神主様、神様ありがとう、ありがとう、はい、ありがとうございました。ゲンラジというわけで、皆さんいかがでしたか、どうでしたか。なんかこの東方アレンジを聞いてくれ、久しぶりに紹介、曲紹介して、うんうん、それを初めてじゃないけど、こうそうずっとね、ね、私も聞かせてはもらってたんだけど、そうそう、いつも私のところで担当してたけど、今日は一緒にやってきましたけども、すごいとかかっこいいっていう語彙しかないことに気づき、うんうん、音楽のこと勉強しなきゃなと反省しました。本当に思う、東方界隈にいると本当に思うね。いろんなジャンルがさ、アレンジ、それこそね、今回ダブステップ、うんうん、わかりません、かっこいいことはわかりましたって感じだったから、うんうんうん、なんかね、良さをもっとこう言語化できたらいいし、なんかいろんな曲あってすげーなーね。そのさ、原曲は何々ですって毎回言ってくる、うんうん、その曲めちゃくちゃあるじゃん、もちろん、うんうん、すごいね、いろんな曲聴いてごらんね、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 なので皆さんもね、たくさん聴けるので、ぜひぜひあのこの東方アレンジを聴いてくれ、募集中ですので、うん、ぜひぜひ皆さん投稿お願いします。よろしくお願いします。ということで、それではまた次回お会いしましょう。せーの、良い東方ライフを。